NPB の井原敦史事務局長は実施するとしたら目的は何なのか、目的を明確にしないといけない。全体の時間短縮のためにやるのか、勝ち負けをはっきりさせるという意味でエキサイティングな展開をファンに提供できるという目的なのか、それぞれメリットもデメリットもある。そこをしっかり考えましょうというのが本日の説明の内容と説明した。大リーグでは延長10回から無視二塁で始める特別ルールとして20年から実施。より勝敗が決しやすく、選手の負担軽減や試合時間短縮にもつながっており、導入されれば画期的な制度変更となる。井原事務局長は MLB はやっているんですけど、MLB の場合はそもそもが引き分けがないというところからタイブレイクを導入した。NPB では目的をまず明確にしようと、それから実際にやるかどうかを検討しようとと語った。DH 検討してくれや、9番に野手が入れるか入れないかで選手一人の選手生命が変わってくるんやぞ。DH とか、ベースを大きくするとか、放映権とか、IL リストとか、その辺もぜひ積極的に議論してほしいよな。時間短縮やら負担軽減したいだけなら延長のイニングを削る方が確実に効果があるからな。DH 導入も並行して論議してほしいけど、こっちが先となると投手評価の基準がより奪三振力によるかもな。決まるまでやるメジャーと12回に向けて計算する日本では全然話が違うのに一緒くたにして話す奴がいくら検討しても無駄だよ。タイブレイクで負け投手になるのは基本リリーフだから年俸の査定とかどうするんだ。もちろん勝ちがつく可能性もあるけど。点の取り合いを望むなら飛ぶ球と DH 制だな。ピッチャーの勝ち負けの概念ぶっ壊れるからやめた方がいいよ。タイブレイクにしてもバント、右打ち、スクイズだろ、エキサイティングになるだろうか。んなもんいいから飛ぶボールにしろ。プロ野球、学校、会社、政治この世は本当に検討するべきこと検討しない。DH 制について議論さっさとせいや。